パチケファロサウルスって、かなり特徴的な頭をしているわよね。まるでヘルメットをかぶっているみたいだわ。やっぱり戦いに使っていたのかしら？最近登場した新説によると、戦う時にはあまり頭を使わなかったみたいだぜ。じゃああの頑丈そうな頭は何に使っていたっていうの？そう思うよな。そんな霊夢のために、パチケファロサウルスの頭が何に使われていたのかを解説するぜ。よろしく頼むわ。パチケファロサウルスは、約7000万年前から6600万年前の白亜紀後期、現在の北米大陸西部に生息していたぜ。恐竜時代の最後に繁栄した種なのね。その通りだ。いわゆる石頭恐竜の代表的な種で、名前は分厚い頭のトカゲを意味するぞ。見た目の通りだわ。パチケファロサウルスはパチケファロサウルス科の中でも最大の種で、体長は最大で8メートルにも達したと言われているんだ。白亜紀の恐竜ってかなり大型の種が多い印象だわ。ああ、その印象は間違っていないぞ。恐竜時代の最盛期と言える時代だからな。次はパチケファロサウルスの特徴について見ていこうか。パチケファロサウルスといえばやっぱり、あの石頭よね。その通りだな。頭頂部は厚さ25から30センチメートルもの緻密骨で覆われたドームになっていて、この頭が名前の由来となっているというわけだな。30センチメートルの厚さの骨ってとんでもないわね。なかなか想像できないわ。ドーム型の頭頂部の周りには角のような突起があり、鼻の上の部分や後頭部にも同じように突起を持っていたぜ。加えてくちばしを持ち、前歯は湾曲した牙のような形態になっていたようだな。確かによく見ると小さなトゲみたいな突起がいろんなところにあるわね。胴体はどっしりとした作りで、後肢と比べて短い前肢には5本の指があったぞ。後肢は長くほっそりとしていて、速く走ることができたと推定されているな。へえ、足が速いってのは意外だわ。尾は結合組織で固められていて、後方にまっすぐに伸びていたんだぜ。走る際はこの腕バランスをとっていたと考えられているんだ。なるほど。確かに尻尾でバランスをとる生物は多いものね。こうしてみるとやっぱり一番の特徴はその頭だわ。かなり目立つよな。もともとはこの頭を使って外敵と戦ったり、群れの中での優劣をつけていたと考えられていたんだ。だけど今回、その説を覆すような説が新たに発表されたのよね。その通りだぜ。ここからはパチケファロサウルスの生態に関する新たな説と、パチケファロサウルス科の仲間について、紹介していこう。一体どんな説なのかとっても気になるわ。早く教えてちょうだい。パチケファロサウルスは発見後の研究で、分厚い頭骨という特徴から、この頭部を激しくぶつけ合い、儀礼的闘争を行うことで、群れ内部の順位を決めていたとする説が誕生したんだ。この説は私も聞いたことがあるわ。パチケファロサウルスといえば頭のぶつかり合いってイメージだもの。この説は骨格を前へと突き出し、頭骨の厚い頭頂部を前方に向けると、背骨から尾が一直線になり、うまくショックを逃がすことができたであろうという推測から誕生した説なんだぜ。体の構造を推測した結果できた説なのね。ああ、加えて外敵との戦いに使ったという説も有名だよな。これだけ硬い頭を持っていれば、誰もが大きな武器になったって想像するわよ。しかしその後の研究で、この丸い頭部はぶつけ合う用途には向いていないことや、ヒビなどの外傷が見つかっていないことから、敵にぶつけるなどの実用的な用途ではなく、ディスプレイ的な意味合いが強かったのではないか、という説も登場したんだぜ。確かに武器として使うなら、ドーム上よりも、角みたいに尖っていた方が攻撃はしやすいわよね。さらに骨格から考えても、背骨は一直線になるかもしれないが、肝心の頭骨を前方に向けたまま首をロックする仕組みが見当たらず、頸椎の部分でぶつかった際の衝撃を吸収する構造が存在しないんだ。頭骨に大きな衝撃がかかると、怪我をしちゃうかもしれないってこと？その通りなんだぜ。頭突きをした瞬間に頸椎を脱臼、もしくは骨折する可能性が大きかったんだ。ええ？大怪我じゃない。ただしこの話は骨格だけを前提にしていて、筋肉については考慮していないんだぜ。変性哺乳類のビッグホーンの頸椎はパチケファロサウルスよりもかなり華奢だが、助走を伴う頭突きを行うぜ。しかし怪我をすることはなく、これは筋肉に保護されているためと言われるんだ。なるほど。化石から骨格は分かっても、筋肉の突き方までは分からないものね。ちなみに、パチケファロサウルスが頭突きをしていたという説の根拠の一つに、頭骨内に衝撃を吸収できる構造を持っていることが挙げられていたんだが、これは幼体にのみ見られる構造で、生体では失われてしまうことが明らかになっているぜ。じゃあ、子供の頃は頭突きできたけど、大人になったらできなくなってしまった、ってことも考えられるわね。確かにそれは面白い着眼点かもな。
さっき頭がディスプレイとしての機能を持つかもしれないという話をしたが、これは生体の頭頂部外側に角質層が存在していることからも、唱えられている説なんだ。へえ、様々な視点から見た、いろんな説があるのね。ただし、パキケファロサウルスの全身骨格はほとんど見つかっていないにもかかわらず、頭骨は完全な形で発掘されることが多いんだ。これは、頭骨が他の骨格よりも頑丈であったことを示す証拠であり、その頭を武器にしなかったというのは不自然だという考え方もできるよな。言われてみればそうだわ。とても頑丈な頭骨には、きっと意味があるはずよね。これらの頭突き説などは、すべて発見された頭部化石のみから、想像していたものであり、パキケファロサウルスの生態には、まだまだ未解明の部分というのが実情だな。これからの発見でより研究が進むといいわね。それじゃあここからは、いよいよパキケファロサウルスの、生態に関する新説を紹介していくぜ。でも頭突きを使わず、どうやって戦っていたのかしら？まず、パキケファロサウルスの持つ分厚い頭骨という特徴から、パキケファロサウルス科はこの頭部を激しくぶつけ合い、儀礼的闘争を行うことで群れ内部の順位を決めていたとする説や、敵との戦い、ディスプレイに使っていたとさっき説明したよな。パキケファロサウルスのイメージ通りの説明だったわ。しかし新たな研究により、パキケファロサウルスは頭突きではなく、カンガルーのように尻尾を駆使したキックボクシングや、頭を突き合わせたまま押し合う相撲で戦っていた可能性があることが分かったんだ。キックボクシング？全く頭は関係ないじゃない。どうしてそんなことが分かるの？パキケファロサウルスの骨格をスキャンして、仮想的な 3D モデルを作成したところ、脊椎骨は積み重ねられる皿のように、骨同士がぴったりと合う形状をしていることが分かったんだ。それで一体何が分かるっていうの？この構造については、頭突きの衝撃を和らげるものだと長年考えられてきたんだ。しかし、パキケファロサウルスの脊椎骨のモデルを、頭突きで有名な他の動物と比較したところ、どの動物の骨格にも似た形状はなかったんだ。じゃあどんな生物と似ていたのよ？まさか。霊夢も気づいたようだな。そう、それはカンガルーの骨格だったんだ。カンガルーの骨格はパキケファロサウルスと似た形状をしており、背骨、脊椎板、骨盤、尻尾などで同じような特徴が見られたんだぜ。なるほど、だからカンガルーのように、キックボクシングで戦っていたかもしれないという説が出たのね。そういうことだ。実は過去にも一度、パキケファロサウルスは尾で体重を支える姿勢をとっていた、という説が登場したこともあるぜ。じゃあ、その説が有力である可能性も再浮上してきたんだわ。また、パキケファロサウルスがカンガルーのような骨格を、持っているからといって、頭突きを全くしなかったとは限らないんだ。ただ、頭突きをする現代の動物とは解剖学的に異なる骨格をしていることから、高速でのぶつかり合いは苦手だったという見方が強まってきているぜ。それで、押し相撲のような形で使用していたって言っていたのね。そういうことだ。研究者はパキケファロサウルスが、もし頭突きでの決闘をするとしたら、騎士が馬に乗って突進するような形ではなく、力士が頭を突き合わせたまま押し合う、相撲のようなタイプだったのではないか、と述べているんだぜ。確かに押し合いだったら、受ける衝撃は少ないわ。とまあ、これがパキケファロサウルスの生態に関する新説だな。かなりびっくりな新説だったわね。パキケファロサウルスにますます興味が湧いてきただろ？ここからは、パキケファロサウルスの仲間をいくつか紹介していくぜ。最初に紹介するのはステゴケラスだ。約7750万年前から7400万年前の白亜紀後期、現在の北アメリカ大陸に生息していた種だぜ。パキケファロサウルスの仲間なのよね？一体どんな種なの？ステゴケラスは、カナダで化石が発掘された種で、最初に見つかったのは不完全な頭骨の化石だけだったんだ。この頭骨に由来して角の天蓋という意味を持つステゴケラスと名付けられたぜ。名前の意味がかっこいいわね。その後、カナダのアルバータ州で保存状態の良い頭骨と体の各部の骨の化石が見つかり、そこで初めてパキケファロサウルスの仲間であることが明らかになったんだ。じゃあ発見当初はどんなしかわからなかったってことね。そういうことになるな。ステゴケラスは、全身骨格の発見例がほとんどないパキケファロサウルス科の中で、唯一ほとんどの全身骨格が見つかっている種なんだぜ。研究にすごく大きな影響を与えそうだわ。どれくらいの大きさなの？全長は2から3メートル程度だな。パキケファロサウルス同様、緻密骨で構成されたドーム状の頭骨を持っているぞ。パキケファロサウルス科の一番の特徴ね。パキケファロサウルス同様、頭突きをして、群れの中の順位を決めていたと考えられるが、証明はされていないんだ。今回紹介してもらった新説から考えると、頭突きをしていた可能性は低そうだわ。
発見された頭骨には竹が高いものと低く平たいものの二つのタイプがあり、これは雌雄の性差を示していると考えられているんだ。オスとメスで違いがあったのね。歯は小さく外縁がノコギリ状になっており、一般には植物食の恐竜だったとされているが、鋭い牙状の歯を持っていたことから植物の他に昆虫や小動物なども、捕食対象だったかもしれないぜ。え、草食じゃなかった可能性もあるの？あら？パキケファロサウルスって草食よね？パキケファロサウルスもステゴケラス同様、食性について正確なことは分かっていないんだ。草食だったという説の方が多いがな。そうだったのね。知らなかったわ。ステゴケラスはほっそりと短い前肢に対し後肢は長く、走るのが得意だったと考えられているぞ。足が速いってのは、敵から逃げる上で大事なことよね。続いては、アラスカセファレについて紹介するぜ。アラスカってアメリカの州の一つのアラスカのこと？その通りだぜ。アラスカセファレは約7200万年前から7100万年前の白亜紀後期、現在のアラスカに生息したパキケファロサウルス科の種なんだ。アラスカにもパキケファロサウルスの仲間がいたのね。ああ。1999年に頭部の化石が発見され、パキケファロサウルスの仲間であることが判明したんだぜ。名前にはどんな由来があるのかしら？名前は発見地のアラスカと、ギリシャ語で頭を意味するケファレから命名されたぞ。見つかった化石はおそらく体長 1.5 メートル、体重 10kg 程度の個体であると考えられており、パキケファロサウルス科の中でもかなり小型の種だったと考えられているぜ。さっき紹介してもらったステゴケラスより小さいわね。体の特徴はどうなっているの？短い首、小さな前肢、長い後肢、そして、バランスを取るための太い棒状脳を持っていたんだ。腕はすらりと伸びていて、その先端には5本の指を持ち、後肢は3本の指を備え、中央が最も長く、すべての指に蹄があったんだぜ。へえ、蹄を持っていた恐竜なんて珍しいわ。続いては、アクロトルスについて紹介するぜ。この恐竜はどんな種なの？アクロトルスはカナダで発見され、約8400万年前から8350万年前の、白亜紀後期に生息していた種だ。この種はパキケファロサウルス科の中で、最も初期に生息していた種だと言われているんだぜ。じゃあ、石頭恐竜で最初に登場したのがこのアクロトルスなのね。名前にはどんな意味があるのかしら？名前は頭頂部が分厚いや高い頭を意味しているぞ。アクロトルスは頭頂部の化石のみ発見されているんだ。やっぱり頭の骨は頑丈なのね。構造はどんな感じだったの？頭骨は盛り上がっていて、厚さは約6センチメートルから10センチメートルほどだ。後の石頭恐竜と比較すると、頭骨に3つのくぼみがあり、この点が後の石頭恐竜との違いになるぜ。パキケファロサウルスと比べると、頭骨は薄いわね。大きさも推定全長は約 1.8 メートルと小型な恐竜だったんだ。なんだかパキケファロサウルス科の恐竜って小型の種が多い気がするわ。確かにここまではそうだな。だが、最後に紹介する種は、パキケファロサウルスに次ぐ大きさを持っていた種だぞ。それは楽しみね。最後に紹介するスケギモログは、約6600万年前の白亜紀末期、北米に生息していた種だ。なんだか変わった名前の種ね。どんな意味があるの？この名前は死の川から来た悪魔の一人を意味するぜ。え？怖すぎる由来だわ。どうしてこんな名前が付けられたのかしら？この名前にある死の川とは化石の発見地である、ヘルクリーク層にちなんだものなんだ。そんな怖い名前の層があるのね。このスケギモログは結構大きな体を持っていたのよね。ああ、スケギモログも他のパキケファロサウルス科の種同様、頭骨の化石しか見つかっていないんだが、大きさはなんと約46センチメートルもあったんだぜ。それって大きいの？なんだかピンとこないわ。ああ、この頭骨より大きなサイズを持つ種は、パキケファロサウルスしかいないからな。スケギモログは、他のパキケファロサウルス科の種と比べると、頭部のドームが比較的小さいのも特徴だな。頭骨は大きいのにドームは小さいって面白いわね。他にも特徴ってあるのかしら？スケギモログの最大の特徴は、他の近縁種にない頭骨のトゲで、頭骨の後縁部に一対のトゲを持ち、このトゲは長さ15センチメートル、直径5センチメートルにもなるぜ。この頭のトゲはパキケファロサウルスとかなり違うわね。でも何に使ったのかしら？用途は今のところ解明されていないが、ディスプレイの他に自己防衛に使用したり、鹿の角のように互いに組み合って押し合いに使用したりした可能性があるんだ。なるほど。大体頭骨と同じような使い方だと考えられているのね。ちなみに、見つかっている化石が少ないことから、スケギモログがパキケファロサウルスの成長中の個体であるとする説もあるぞ。へえ、そんな説もあるのね。真実が気になるところだわ。
それにしても、パティケファロサウルスが、頭をぶつけ合っていなかったかもしれないなんて、ものすごく驚いたわ。こうやって新しい説がどんどん出てくるから恐竜の研究は面白いんだぜ。ほんとその通りね。これからもあっと驚くような新説がどんどん出てくるかもしれないな。そんな説があったら、ぜひまた紹介してほしいわ。